お元気ですか？谷村新司です。昨日久しぶりにオムライスを作って食べました。野菜たっぷりのポトフと一緒に、食べたんですけども、なんか一気に体と心が温まって元気になりました。さあ、今日も明るく楽しくあなたと一緒にラジテレ始めてまいりましょう。さて、今回のテーマは、ちょっとタイトル長いのつけてみました。体は食べたものでできている。どうでしょう、このタイトル。そりゃそうだよね。言われてみれば当たり前のことなんですけども、でも意外となんかあんまり真剣に考えたことなかったかもしれないという。でもここのとこ毎日ほらコロナになってみんな家で食事をするようになって、今まで気づいてなかった自分の食べ物の偏りとか好き嫌いっていうのがよりはっきりしてきてくる、そんな、タイミングなのかもわかりませんね。ここのとこね、毎日実は食べてるものが、ありまして、朝起きて、お水を一杯飲んで、それでオリーブオイルを飲んで、その後食べるのがリンゴ、朝のリンゴとみかんです。空腹の時に食べるこの二つは格別に実は美味しいんですよね。体が美味しいって感じる。これを食べて一日が始まっていく。そんな谷村ではあります。一般的にずっとこう振り返ってみると、どんな風に今まで自分は物を食べてきてたんだろう。20代をこう端的に表すと、食べたいものを食べている。これ20代です。食べたいものしか食べてない。これ20代。そして30代から食べた方がいいものも食べ始める。これがだいたい30代かな。そして、年を重ねて70代になった今は、体の声を聞きながら体が求めているものを食べる。